ウォーレニー委員解放告書を、ジョンソン大統領に提出する委員たち。左から右へ、ジョン・ジェイ・マックロイ、ジェイリー・ランキン、リチャード・ラッセル、ジェラルド・フォード、委員長・アル・オーレン、大統領・リンドン・ジョンソン、アレン・ダレス、ジョン・シャーマン・クーパー、ヘール・ボックス。1964年9月24日、ウォーレニー委員解放告書のカバーページ。大統領。 あなたの執行命令第11130号による1963年11月29日のケネディ大統領暗殺に関する大統領特命調査委員会は以下をもって最終報告といたします。ウォーレン委員会は1963年11月22日にアメリカ合衆国テキサス州ダラスで起きたケネディ大統領暗殺事件を検証するため 1963年11月29日に、リンドン・ジョンソン第36代大統領により、設置された、調査委員会である。なお、委員会の正式名称は、ケネディ大統領暗殺に関する大統領、特命調査委員会で、委員長を務めた、連邦最高裁長官のアール・ウォーレンに由来する、通称である。1963年11月22日、 テキサス州ダラスを遊説で訪れたケネディ大統領夫妻を乗せた車がダラス市内をパレード中に狙撃されケネディ大統領が死亡し同乗していたジョン・コナリー・テキサス州知事が重傷を負った。これは全米を震撼させて世界中に大きな衝撃を与えた。暗殺後に昇格したジョンソン大統領は事件発生から3日後の11月25日に 当時の FBI 長官、エドガー・フーバーに、ケネディアン殺事件の詳細な報告を求めておきながら、FBI からのオズワルドの単独犯行という結論を得て、捜査を終わらせることを考えていた。しかし容疑者であったリー・ハーベイ・オズワルドが、ジャック・ルビーによって、警察所管内で殺害されたことによって、ダラス市警察本部のずさんな捜査と背後関係に大きな疑惑が浮かび、 テキサス州の司法長官が州としての暗殺調査を行うことを明らかにした。また、上下両院が、ここに事件の調査委員会を設置する動きを見せ、もはや FBI からの最終報告だけで調査が終了することは困難で、また単なる暗殺事件で処理できる問題ではないと判断して、大統領直属の特別調査委員会を設置して、当面は、 特別調査委員会ですべての調査を行うことで、テキサス州や上下両院議会の動きを牽制する狙いもあった。しかし一番大きな目的は、当時の東西冷戦下で、前年のキューバ危機でソ連との緊張関係が続いていた時代の中で、ソ連へ亡命して、また、米国に戻り、親カストロ派の活動を行うオズワルドが犯人と目されるがため、 米ソ関係にも波及して、外交問題にもなりかねない懸念が生じ、また、陰謀説も囁かれる中で国内の政治状況にも影響が心配されることで、国民の不安や疑惑を払拭することに重きを置き、次の年の大統領選挙の前にも暗殺事件の調査を終えて、国内の安定を図ることが緊急の課題となっていた。そこで、上下両院の与野党議員と前 CIA 長官、 そして民間から一人を入れて、最終的に委員長には最高裁長官の R. ウォーレンを指名し、彼は当初司法は行政に介入したくないという理由で孤児したが、ソ連の核攻撃の危険性を訴えるジョンソンに説得され委員長就任を受諾した。11月29日に委員会の設置を ジョンソン大統領が決定を下してからわずか6日後の1963年12月5日に慌ただしく最初の委員会が開かれた。冒頭王連委員長から委員会の任務について調査の範囲を限定して FBI や他の機関が収集した暗殺の証拠を単純に再検討し十分であったかを確かめるのが責務と説明があった。そして 公聴会も開かず召喚上の権利を行使するつもりはないと述べると他の委員から猛反発が出て真っ黒委員がまず各部局の報告書の単なる評価を超えた責務があり承認の宣誓証言も証拠の強制的提出義務も召喚上の行使もなければ委員会は無力に見られると反駁しボックス委員と報道委員が賛成しラッセル委員から調査官のスタッフが必要でないとの 委員長の発言に異議を唱えた。そして委員会専属の法律顧問としてスタッフを指揮する人材を置くことを求めた。翌日の12月6日に再び委員会を開き、前日の会議で委員長が出したウォーレン・ウォルニーの法律顧問への任命案を決定、同じドワイト・ D ・アイゼンハワー政権で司法時間を務め、当時はニューヨークで弁護士を開業していた J.D. ランキンを 任命することに決定した。そしてこのランキン法律顧問を中心に16名の法律家が加わり、実際の調査はこのうちの若手6名が中心に行われた。ランキンとウィレンズは委員会が設置されてすぐにスタッフの確保に追われたが、それと並行して調査に関してウォーレンの承認を受けて以下の6分野に分けて、 スタッフも、それぞれ二人一組で担当を置くこととなった。延べ552人の承認関門を行い、この中には、ジャクリーン・ケネディ、大統領の車に同乗していた、コナリー知事夫妻、同じく、シークレットサービスのロイ・ケラーマン、ウィリアム・グリア、銃撃直後に車に飛び乗ったクリントヒル、オズワルドの母、マーガリーと、オズワルドの妻マリーナなどが含まれる。また、 各行政執行機関の責任者も関門を受け、その中には、ラスク国務長官、ディロン財務長官、マコーン CIA 長官、フーバー FBI 長官、シークレットサービスのローリー長官なども受けており、ローリー長官は、大統領警護のメンバーで前夜遅くに酒を飲んでいた、ことをウォーレンから厳しく指摘されている。またウォーレンは FBI に対しては事前に、 オズワルドがダラスにいることをシークレットサービスに伝えなかったことも厳しく指摘している。その一方でテキサス州検事総長がオズワルドは FBI への情報提供者としての経歴を持っているというダラス周辺に留不する風説があると王令委員会に報告したこともあったが、フーバー FBI 長官の猛烈な反論にその後の進展はなかった。調査スタッフを悩ませたのが 司法解剖時に撮影されたケネリの検視写真が全くスタッフに公開されなかったことである。当日の行動を調査するエリア1担当のスペクターや暗殺を確証する証拠を集めるエリア2担当のベリンは調査期間中に何度もランキングを通じてウォーレンに要請していたが実現されることなく終わった。写真はベセスダ海軍病院のヒュームズ病理医から 大統領主治医のバークリーを通じて、ケネディ家に送られて、ロバートケネディが一切公開を拒んだためであった。ただ一部シークレットサービスの観察官が非公認で、持っていて、ゴールドバーグはそれを少し見て、ウォーレンが拒む理由が分かったと後に語っている。暗殺のショックからまだ数ヶ月後で見れば、ゾッとするだけでしかなかったという。もう一つ、調査スタッフを悩ませたのが、 d リ d プラザの暗殺現場についての理解であった。エリアに担当のベギンは、オズワルドの単独犯行については、疑問があった。教科書、倉庫6階にもう一人いた可能性はあるいは他の場所に配置されていたとしたらそして一番重要な暗殺の瞬間についての記録が少ないことが調査の壁であった。しかしながら、ディリープラザでの暗殺の瞬間は、 アマチュアカメラマンのエイブラハム・ザップルーダーが撮影して、後にザップルーダーフィルムと呼ばれるようになったサイレントの8ミリフィルムに26.6秒間記録されていた。486コマのこのフィルムが暗殺の直接の資料であった。1964年2月にザップルーダーからフィルムの所有権をすでに買い取っていたライフ社からウォーレン委員会はオリジナルのフィルムの提供を受けた。 それまでは FBI がそれのコピーしていたものを受けて調査していたがオリジナルの方が当然鮮明度が高くまたライフ社はそのフィルムの各コマを3 5ミリのスライドにしていてその提供も受けたまた FBI はザプルーダーが使っていた8ミリカメラであるベルハウエルのホームムービーカメラが毎秒18.3コマのスピードで動いていたことを確定した そこから暗殺時の大統領のリムジンの速度は11.2マイルの時速であったと推測し、オズワルドのライフル銃、マンギッヒャーカルカーのライフルでどれだけ素早く発射できるかテストした。結果は一発目を撃ってから次の二発目の弾を撃つまでに要する時間は最速で2.3秒を要し、ザプルーダーフィルムでは42コマに相当する間隔であることが分かった。ここからベリン。 アイゼンバーグ、スペクターら数名のスタッフで1コマ1コマずつフィルムの分析作業に入った。それは気分が悪くなる作業でもあった。やがて同じ作業をしていた FBI の首席写真分析官リンダル・シャニーフェルトが全員486コマに番号をつけて大統領が頭部に致命傷となった玉を被弾したコマをコマ番号313と指定した。 そして大統領が一発目の銃弾を受けたのが、コマ番号210から224の間と確定した。一発目は道路標識に遮られて、被弾した瞬間の大統領の様子は映っていない。大統領の顔が再び映っていたのは、コマ番号225で明らかに撃たれている様子であったため、それ以前に撃たれたと見られている。そしてコナリ知事が被弾したのは、 コマ番号240であることが分かった。これは事件直後に FBI が3発撃ち込まれて一発目が大統領へ、2発目が知事へ、3発目が再び大統領へ当たったという報告と矛盾することとなり当初考えられた単独の狙撃犯ではなく別に狙撃犯がいたのではとベリンらは考えた。 しかし3月26日の承認関門で、ベセスダ海軍病院のヒュームズ・ビオリーが一発の、銃弾がケネディとコナリーの両者を傷つけることが可能であることを明らかにしてから、別々の狙撃という考え方は多数派にはならなかった。スタッフのスターンは、このホランドの証言をずっと後になってからも気になっていた。しかし誰も深刻に受け止めるスタッフがいなかったという。 ベリンは逆にホランドは正直だが間違っているとして、前方にある草の生えた家には結局、空薬卿も何も発見されず、また、事件当時そこには数人が立っており、犯人がライフル銃をそこで発射できたとは想像できないとしている。フーバー長官は暗殺事件の4日後に FBI の危険リストにオズワルドが載っていなかったことを知って、 我々は仕事を最後までやり遂げなかった。これは我々全員の教訓としなければならないと述べた。そして以後に、上院司法委員会委員長、ジェームズ・イーストランド上院議員から、オズワルドは FBI への秘密情報提供者だったと、非難される立場に立たされることになった。CIA は国家安全保障の上から、ジョンソン大統領と王令委員会にその多くを、隠していた。 と言われる。1963年11月22日の暗殺事件直後に CIA 内部で世界中の CIA 支局に打電してどんな些細な情報も含めて情報収集に取り掛かった。すぐにメキシコからの情報ファイルに前月の10月1日午前10時45分にオズワルドと名乗る男がメキシコ市でのソ連大使館に電話して申請した旅行ビザは どうなっているのかと尋ねたことを記録したファイルが見つかった。オズワルドが逮捕されたという報道が流れてわずか2分後のことであった。メキシコと中米の秘密工作の責任者は後にその衝撃は言葉では言い表せないと述べていた。そして CIA 内部の事件調査は混乱と再議のために挫折して未だに消えない疑念の影を残すことになった。 この十一月二十二日当日シニアに興奮状態の中で会議が延々六時間続き、オズワルドがメキシコのソ連大使館を訪ねていたことを CIA は前もって知っていたことを聞かされた。マコーン長官は激怒した。ウォーレン委員会は独自調査として延べ五百五十二人の証人喚問を行い、やがて九百六十四年九月に全文約二十九万六千語 全888ページに全26巻委員会文書1553の膨大な関連資料がついた報告書がまとめられた。そして1964年9月24日に調査の結果を報告書としてジョンソン大統領へ提出され、その3日後に一般公開された。報告書の最終的な結論としてケネリ大統領暗殺事件は、 リーハーベイ・オズワルドによる単独犯行と断定した。しかし一般には理解しがたい点が多数存在しているために、ウォーレニー委員会報告書で真実は語られていないとする議論が世界中で根強く残っており、真犯人は別にいるとする様々な陰謀説が後を絶たない。委員会報告書の骨子はリーハーベイ・オズワルドの単独犯行と結論づけ、いかなる個人、団体、 国家の凶暴を示す証拠は発見できなかったとした。そしてケネディ大統領暗殺犯は、オズワルドただ一人である。そのオズワルドは、ダラス死刑チピット巡査をも殺害した。そしてジャックルビーに殺害された。この暗殺事件に絡む陰謀は国内外を問わず、一切なかった。大統領を撃ったすべての銃弾は、テキサス教科書倉庫ビル6階の窓から発射され、 大統領に向かって発射された銃弾は合計3発で1発は大統領の背中から胸へ抜け前方に座っていたコナリ知事の胸、手首、左の太ももを傷つけた。もう1発は大統領の頭部に命中してこれが致命傷となった。残り1発は命中しなかったとした。オズワルドの単独犯行説は委員会内部でも ラッセル議員から単独犯行についての疑義が出されている。彼は大統領暗殺の共謀者や共謀集団と結びつける明白で決定的な証拠は一切存在しないとする、答申には完全な確信を持って判断できない、いくつかの側面がある、共謀者がいたとする、かすかな可能性すら存在しないと示唆するのは間違いだと主張した。 ラッセール議員は銃撃犯はオズワルドであったことには同意するが、背後に陰謀の可能性まで排除することには反対であった。そこで、フォード議員からの案で、陰謀は存在しなかったではなく、陰謀の証拠は発見できなかったに書き換えられた。これで、ウォーレンは全員一致の報告書になったと安堵したが、スタッフはいつか明らかになる可能性を未解決のままにしたと感じた。 後に大統領となったジェラルド・フォードは、政界引退後の回顧録で、スタッフたちは、国際的にも、国内的にも陰謀は、一切なかったと主張したが、ラッセル、ボグス、そして私はそういう表現は、強すぎると考えて、他のメンバーを解き伏せて、わずかだが非常に重要な意味を持たせるように表現を、変えて、陰謀の証拠は見つからなかったという表現に落ち着いた、と述べている。 ウォーレン委員会は、ケネディ暗殺をオズワルドの単独犯行と結論を下したが、13年後の1976年に会員で暗殺調査委員会が設置され、この会員暗殺調査委員会は2年後に調査結果を発表して、オズワルドには少なくとも一人の協力者がいたとする結論を下している。委員会は暗殺時に3つの銃弾が発射され、 二発の銃弾がケネリィ大統領とコナリー知時を命中した。その弾丸はすべてリーハーベイ・オズワルドがパレード車列の後方にあったテキサス教科書倉庫ビルから発射したものとして結論を下した。委員会の判断は最初の一発目でケネリィ大統領の上背部に命中した銃弾は首の正面近くを貫通しコナリー知時を負傷させたと思われる。一発は 車列から外れたと考えられ、最後の銃弾は大統領の頭部に命中しこれが致命傷となった。当初 FBI が3発の銃弾がそれぞれケネディ、コナリーケネディに当たったという報告であり、コナリー知事も証言で同じ見解を述べていた。しかしザブルーダーフィルムの解析から一発目と二発目の間隔が短くて他の狙撃犯の存在も考えられたが委員会は テキサス教科書倉庫ビルの6階で3つの薬莢が発見されたこととライフル銃が近くに隠されていたことでケネリとコナリーは別々の銃弾で傷つけられたのではなく一発の同じ銃弾で両者とも傷ついたとするのが妥当だと判断した。これはスタッフのスペクターが主張してウォーレンも同意した見解であった。しかしラッセル議員はこの説にも異論があった。 コナリー知事が証言で3発がそれぞれに当たったという説明をしている以上、一発の銃弾で2人が傷ついたとする報告をのみにはできないとして、他にもクーパー議員とボックズ議員も同じ意見であった。ウォーレンは一発の銃弾説を強く信じていたので引き下がらず、しかし妥協で報告の文面を変えて、いくらかの意見の相違を生じさせている。しかし委員会のメンバーは、 教科書倉庫の6階の窓から発射されたことに疑いを抱いていないに変更された。これは委員会のスタッフからは全く筋が通らないという思いであった。ジョンソン大統領に提出する6日前の9月18日にウォーレン委員会の最後の幹部会が開かれた。ここで委員が大統領に提出する報告書の承認をする最後の手続きであったが、 ラッセル上院議員の異論で時間がかかった。実際の報告の内容はスタッフが作成したもので、委員長はスタッフと連携して、内容の方向性は、ウォーレンの考え方に沿ったものと言えるが、委員からすれば単独犯行説と、オズワルドただ一人が撃ったとする一発の銃弾説に、対して陰謀説と複数狙撃犯説への現地がないままについての不満は、他の委員にもあった。 結局、委員側から最後に巻き返しがあって、報告に曖昧さが残ったことを、スタッフの面々は苦々しく思っていた。ウォーレンは最後に、全員一致の報告書にこだわったとも言えるし、また最高裁判事ではあるが、彼もまた政治家である一面を見せていた。それは、彼が陰謀説には全く関心を寄せていないことにも、現れている。暗殺時に着ていた衣類について、 調査終了後に、ジャクリーン・ケネディより返還の要請が来て、委員会で、討議の上、後日の調査で再提供することを条件に引き渡す、ことで、各委員から承認された。しかし結局、ウォーレンはジャクリーンに引き渡すことは、しなかった。彼女がそれを破棄するのではと考えたからである。また同情していた、コナリー知事の場合は、ズタズタになった衣服を、 ネリー夫人がクリーニングに出してプレスされていた。血を見るのが耐えられなかったと夫人は語っているが、委員会スタッフはそれを聞いて驚愕し、証拠としての価値を台無しにされたと怒っていた。オズワルドの場合は、ツモマリーナが衣類のほかライフル銃や拳銃など夫の所有物全ての返還を要求してきた。要求は却下されたが理由は、彼女が売ろうとしていたことによる。 一方母マーガリーとはオズワルドの手紙16通を雑誌に4000ドルで売っていた。ウォーレン委員会はいくつかの点でオズワルドの不可解な行動について調査はしたがその後は特に注目することはなかった。これらの話は委員会スタッフも結局はそれ以上の詳しい調査に入らずに終わっている。後に明らかになったことは暗殺事件前年の1962年初めの 時点で、移民帰還局以外に、CIA、FBI、国防総省、国務省に、オズワルドに関するファイルが存在していたという、事実である。CIA 広く、FBI 広くの著者ティム・ワーナーは、フーバー FBI 長官も、アレンダレス前 CIA 長官も、1961年の、ピックズワン事件以後に密かに進められた、カストロ暗殺計画を誰一人として、 お首に出さないように、ダメを押していた、もしその報復として、共産主義者の大統領暗殺の陰謀があったと、したら、そしてもし、ソ連及び、キューバが暗殺を命じていたら、そして、アメリカがそれを立証する証拠を一辺でも入手したと、したら、新しい世界大戦開戦の合図となっていただろうと、述べている。しかし逆に当時キューバの長方部にいたファビアン、 エスカレンテ将軍は2005年1月のインタビューで、オズワルドは、モトリク軍情報部員であり、CIA の情報部員である。として、ケネディは、ハンカストロ派に殺されたのだと思う。と語り、オズワルドは、ケネディ暗殺によって、キューバとカストロを球断するクワダテに関与していた。ハンカストロの亡命キューバ人らの足跡は確かに見える。彼らは、オズワルドのに、ダラスに、そして、 メキシコにいた。我々が一番恐れたのは、アメリカ国内の極右派が、カストロがケネリを殺したとして、キューバを攻撃してくることだったと述べている。そして暗殺事件直後に、アメリカ国内の反カストロのキューバへの攻撃が急に抑えられたことは我々には、説明ができないこと、ジョンソンがなぜ。 ウォーレン委員会を設置して一年も過ぎずに解散したこと。また、ウォーレン委員会の調査では膨大な量の情報を集めながらそのほとんどが分析されることがなかったことも付け加えている。今日、ウォーレン委員会は上下両院とテキサス州の暗殺調査の規制を制するために急遽設置されて、オズワルドの単独犯行を確定させるための委員会であったとする意見は根強い。 ジョンソン大統領にとって、オズワルドの単独犯行が最も都合が良く、もし、ソ連やキューバなどの外国勢力が関わっていたことが明らかになると、国家安全保障上極めて困難な状況になると考えられたからである。委員会は報告書と同時に膨大な26巻に、及ぶ別館の資料を刊行し、多くの聴聞会記録、物的資料の写真、 現場検証の実験結果などが純不動で作品なしで掲載されている。だが詳細な調査資料はいずれもオズワルドに関するものだけであり、彼以外に関するものは間違い、勘違い、証拠不十分として実に簡単に処理されている。1963から1964年の時点では全貌を明らかにすることは不可能で、 すべての真実が見えてくることももはや遠いカナダのことであるかもしれない。2039年にすべての王霊委員会の資料が公開されるが、驚くべき真実が出てくる可能性は低いとされている。1964年11月23日、公文書として保管され、当初一般公開されなかった部分については、政府により、この事件と関連する無実の人々が被害を、 受けないを保護するためとして、2039年までの75年間封印されることとなった。この75年ルールは、その後情報公開法によって改められ、1992年、ウォーレン委員会による記録の98%は一般公開された。1992年、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は25年以内に、 暗殺関連の機密文書を全面公開することを義務付ける法律に署名。その後、2017年にドナルド・トランプ大統領は、当初は機密保持の延長をしないことを表明していたが、CIA 等が公開延期を求めた一部の資料についての公開を180日後まで保留、法律の期限切れとなる10月26日に、 機密資料2891点が公開された。一方で公開が保留された一部の資料については最終的に判断が延期され、2021年10月までに改めて公開の是非を検討することとなった。ありがとうございます。